マガジンチャンネル。さあ始まりました、シャンフロチャンネル。はい、皆さんこんにちは、脇谷ずみです。よろしくお願いします。またまた会議室に戻ってきました、ね、戻ってきちゃいましたねちょっとなんかズーンってなっちゃいます脇、ね、さん最近はやっぱりお忙しくされてるんですか、ね、そうですね、ありがたいことに、はい、いろいろお仕事させてもらっております。あ、風の噂で聞きましたけど、はい、アルバムの方を出されたということで、はい、脇谷ずみコンセプトアルバム、アジュルと夜と音楽と、1月26日に発売しました。そんなこれに使って自分のアルバムの宣伝しなくていいですか。今のいいタイミングでくれたんじゃないですか。なんですか、ジェジェジェとアマちゃんと朝ドラと違う、アジュジュとゲゲゲなんでドラマからばっか引っ張ってくるんですか。アジュジュと夜と音楽と、はい、部屋とワイシャツと私そういう並びですけど夜をテーマにしたアルバムとなっております。夜をテーマにして、はい、いつもよりなんか大人っぽい脇谷ずみになってるんじゃないでしょうか。あ、ちょっと大人っぽい感じも出しながらっていう、はい、そうです、そうです。しっとりなんかこう色っぽいような歌声にしたりとか意識しましたね。ジェジェジェだからコンセプト朝かなと思う。本当に違うんです、アジュジュなんですよ私アジュジュって呼ばれてるんです。アジュジュって呼ばれてる、呼ばれてる自分で言うの恥ずかしくないですか。言わないでくださいよ恥ずかしいんですから。あれ、こういう現場とかでアルバム出ましたって言ったらなんか、はい、どうぞ聴いてくださいみたいなあるじゃないですか。はい、逆に買ってくれなかったんですか。え何ですか、アルバム買ってくれなかったんですか。いや、売り切れちゃったと思いますね。いや、全然ありますよ今日じゃあ買いに行って、あ、今日買いに行ってください、はい、ぜひ。あるかなまだ全然あるんで皆さんもよろしくお願いします。もう井上さん今日はいますけども、あ、ずっといましたね暇だったですよねすごくこっそりと横に、井上さんアルバムは欲しかったですねまだ買ってないんですか。まだ買ってないんですけどね。いやちょっとね、僕もらえると思って代わりにこっちを持ってきてたんですけどね。え、欲しがってたやつ、タワレコさんコラボのやつですよね。そうです。わー、いただきましたTシャツサンプルもらうのが間に合わず、昨日走って買いに行ったっていう。そうなんですか。え、タワレコさんまで走って買いに行ったなら私の CD も売ってますよってことはこれあれですか、自腹で。自腹ですね自腹か。あの、すごくシビアな話ですと経費すら切ってないです完全なる井上さんのプライベートの。じゃあ井上さんには私からやっぱプレゼントしなきゃですね、はい、CD は、優しい、ね、はい、井上さんにはちょっと後日お渡ししますね。ありがとうございます。今日企画をこれからやっていこうと思うんですけど、はい、お願いします。何でしょうか。大好評のあの企画をやっていこうかなと思うんですけど。大好評の企画。大好評です。先生がまた来てくださるとか。来ないです。え教師企画。あ、やりましたね。やったばっかじゃないですかあれ。やることがないです。やることがないんです。え、シャンちゃんもやることないんです。シャンちゃんもやることがないんです。うわー、やばいやばいどうします、どうしようかな。いや、でもでも、まあ、まあ見たいのは見たいですけど。でちょうど7巻が発売したばっかじゃないですか、うん、うんうん、そうですね。なのでやっぱりね。お、7巻の表紙、はい、はい、ここからここからボツになったものが見れるってことですか。そうおお、それはありがたい。7巻どうですか井上さん。 ありがたいことにだいぶ好調のようで。お、あ、なるほど、安心してます。脇さんも7巻は。私その蔦屋渋谷さん、うんうん、渋谷蔦屋さんに行った時にエキスポンポンポンションパスがなんてパンポンピンみたいなになってますよエキスパンションパス、はいはい、買おうと思ったんですよ、はいはい、もう売り切れてて。で、なんか私もそのエスカレーターを降りた時に前に男の人がいて、
男の人のそのままシャンフロのコーナーの方に行って、はい、あ、同志だ同志だって私思ってたんですけど、その人もエキスパンションパスが売り切れてるのを見て、はい、あっって言っていなくなっちゃって、あ、同じ気持ちの人がこんな近くにいるって感動しました私。通常版買ってないですか？買いました買いました、もちろん買いました、はい、もちろん買いました、その場ですぐスタイルで買いましたけど、うん、読みましたちゃんと読みましたね途中まで、うん、まあまあ時間経ってったけどな。そうですね、ちょっと私、いっぺんに読めなくて途中までさって読んで後にしようと思った途中をさっき読もうと思ったんですけど、はいはいはい、すぐ始まりますってなって、まあとりあえず7巻の、はい、まあ、表紙これもね多分いくつか没があったと思うんですけど、どのくらいあるんですか今回は。前の動画でちょっとだけお話ししたかもしれないんですけど、うん、あの僕らと先生で意見が割れたっていう。あ、そうですね、言ってましたね。そうですね、普段は意見合うのに、そうです、今回は割れたってやつですね。ちょっと割れちゃったっていう、うん、まあそれが7巻だったんですけど、おうおう、はい、3巻があって、3巻、はい、最初が7巻、これ、A、おー、かっこいい、これも、おーおーおー、キャラクターちょっと斜め向きのね、タイガーヤクさんはい、こういうのがあって、うんうん、B やんがこれ、はいはい、剣をねこうやってるんですね、かっこいい男前な表情でかっこいいですけど、で C やんがこれだったんですよ、腕組み、腕組み、おあれこれ完成形はどれでした、完成形が B やんなんですよ、あ、そっかそっかそっか、これがそのまさに脇さんが手に入れることができるとエキスパンションパスだと、うん、ちょっと絵が引きになってるというか、全体図がもう少し見える感じになって剣も見える状態になってます。どうして割れちゃったんですか。あの先生の一番推しこれだったんです。ああ、 A やん、はいはい、かっこいい、それもで僕らの推しがこっちだったんですよ、うんうんうん、B っていうのが割れてて、うんうん、先生的にはポージング的にも分かりやすいし表情いいじゃんこれっていうところで、はい、うん、僕らはこっちの方があの、まあ、この剣もあって小道具もあるしファンタジー感があるんだけど、うん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 、あとやっぱりその通常版とエキスパンションパスでデザインを変えたっていう時に、うん、そのデザイン差で美味しさが変わるよねっていうのがどっちかというとこっちだったよ、通常版だと剣がほとんど見えない、はい、なんか顔アップみたいな、顔アップですね、うん、けどエキスパンションバスだと引いて剣が見えて、うん、でしまうと色数も一つ結構大きく増えるぐらいの感じがあって、うん、色数か、別デザインにする価値があるのってよりこっちじゃないっていう感じがあった。へえ、こっちはまあそういう意味で言うとこう引いて寄ってで、差が出るんですけど、うん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 、やっぱこうこっちほどそのデザイン差っていうものがより強く出るなっていう感じでもなかったんで、うん、まあ、それをちょっと先生に話してたら、うん、まあ、確かにそうですねっていう話になって、うん、こっちにさせてくれた。この C の方は C がね、うん、そうですよね、 C もすっごい堂々とした表情でかっこいいのに、あのもう僕らと藤井先生なんて話題に上がらないっていう、なんで私はもうもったいないで、めちゃめちゃこれかっこいいのにって、すごくかっこいいんですけど、うん、まあ、なんか、かっこよさは感じつつ表紙としてどこまで入るかって言われると、まあ、若干地味なんじゃないっていう感じがあったんですよ。このポージングの場合ってだいたい表情がなんとなく魅力的な方がいいよねって話になるんですけど、うんうんうん、じゃあ B と C で表情とニュアンス一緒だねってなっちゃうと、はい、情報量的にこっち取ってるじゃないですか。あ、そっかそっか、じゃあ A と C 比べるとどうっていうと、うん、A のこの挑発的な表情の方が、うんうんうん、こう見てる側としてはなんとなく魅力があるなっていう。確かに言われるとそうですね。なんかこう前に目線が合うかどうかみたいな話もしましたけど、うん、同じように例えばキャラクターの表情、うんうんうん、でどっちの方が親って思う表情をしてるかなっていう感じがあって、素直にかっこいい表情とちょっと挑発的だと、うん、なんかこっちが引っかかるんじゃないかな、こっちの方が気になりますよね。そうそうそう、でそれもあってなんとなく総合的に見ると C はなしで A か B なんじゃないっていう感じになって。脇さんはどっちですか、A、まあ、C も含めてですけど、
こうなると A かもしれないです。私は先生派ですね。そうですね、やっぱこの角度の表情が好きっていうのもあるので、うん、A になっちゃうけど、でも後から言われてやっぱこういう剣、うん、剣とかも入るとこっちの方がかっこいいかもしれないな。僕らとしてもいつかこのポージングのカラーイラストは見たいなとは見たい思いますね。絶対いずれ何かしらであります、うん、絶対ね入りますよね。毎回ボツになるやつが本当にもったいないんですよね。そうですね、結果これになったんですよね。そうですね、エキスパンションバスはもうちょっとだから広い、ちょっと引きでちょっと剣が見えてっていう感じですね、うんうんうん、いいななかったんですよね。なかったんですよ惜しかった。え、これ追加されることはないんですか。あ、いや、まあ、売ってる、売ってはいるはずです。多分渋津田さんで売り切れてたのかもしれないですけど、他の商店とか、そういうことか、まあ、もしかしたら渋津田さんにももう補充されてるかもしれない、補充されてるかもしれない。私そう発売されたばっかの時に行っちゃったから。それはだって渋谷ジャックしてるところに、確かにどこの子行って特装版買おうとしてるのは間違ってる私の前のお客さんがかわいそうじゃないですかそんなそんな安易な考えで買えると思ってたらお待ちですよこの安易な考えがいけなかった。私も私の前のお客さんも、そうですよね、もう愚かです。愚かそこまでそうかな、皆さんを手に入れてほしいな。脇さんはこういう通常版とまた別のこういう特装版みたいなのがあったらどっちも買う派なんですか。私はいつも自分がその好きな作品とかがあったら特別な版の方を絶対買います。あ、うん、なるほど、特別版は絶対欲しい。はい、これ長下のあたりがもう今用意してるんじゃないですか。確かに今から走っていきますせーの、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。